コズの趣味部屋へようこそ。今回もね、ドラゴンボールフィギュア、開封していきたいと思うんですが、今回も一風変わった、フィギュアになりますね。今日届きましたね。だいたい1週間ちょいぐらいかかったかな。はい、こちらです。じゃじゃじゃんとね、ドラゴンボールセットファイファイ、ドラゴンボールファイセットファイファイター、じゃあドラゴンボールファイターズ、はい、こちらのね、プレステ4の、海外限定版ということでね、フィギュア付きのやつになります。はい、これをね、ちょっと海外サイトで、購入しました。はい、まあ、中古なんですけどね、まあ、中古ということでここにね、剥がした跡がねありますけれどもね。はい、一応ね、内容物がこういう感じで、はい、入ってますね。ソフトに、3アートボードってことだと、まあ、色紙ですね。で、あとは、なんかこう、なんだろうね、これは、スティールブック、はい、うん、で、SMSD のね、悟空の、3D バージョン、はい、3D バージョンじゃねえか、2次元、はい、2次元バージョン、はい、こちらがね付属しております。はい、でもね、自分がね一応購入したのはなんかフィギュアのみっていうのを、購入したんですよ。はい、なのでね、おそらくこれ箱はついてますけど、中身はおそらくフィギュアだけだと思うんですよね。うん、なのでちょっとね、開けて見てみたいと思います。まあどういう風にね入ってるかだけでも、まあ、こうねアウターケースがついてるの、これをこう出す、はい、でこれはどうなってるんだ。あ、これはこうか、こうなっててこれをこう上げる感じか。ドンと、はい、まあ、そうするとね、まあ、多分ここにおそらく、スチールブックとかなんかいろいろ入ってたんでしょうね。はい、はい、で、これを開けると、下にね、こういう感じで、フィギュア本体が入ってますね。はい、ではこれを取り出してみましょう。ひっくり返そう。あ、裏は裏絵柄がこうなってますね、うん、ブー、フリーザ、セル、かっこいいなイラスト。はい、よいしょっと。はい、ということでね、フィギュア出てきました。はい、まあ、最初はね、購入した時はこの箱のみしか写ってなかったんですよね、写真に。だからこの箱で送られてくると思ったらね、プレステのね、あの箱自体で送ってきてくれたのはちょっと嬉しい誤算ですね。うん、まあ、写真ではこの箱しか写ってなかったんだけどね、うん、あ、これで送られてくると思ったんですけど。ではね、早速ね、開封したいと思います。あ、多分これはもう開けられてるかな。うん、多分ね開けられてるんだ、うん、よし、じゃあちょっとね、中身、ブリスターの状態をまで持ってきます。はい、はい、ブリスターの状態まで持ってきました。こちらです。じゃじゃじゃんと。いやー、いいね。いやー、これはいい。もうね、見た感じでもいいね。じゃあこれちょっと開けてみましょうかね。はい、で、取り出すと、はい、まあね、状態を見ていきましょうね。はい、いや、いいね、ここのロゴがいいよね。ドラゴンボールファイターズ、ここがね、日本のと違いますからね。で、煙とエフェクト、
で、叫び顔いいね。いやここら辺ちょっとなんかあれだな、塗装の飛び散りかな、茶色いかな、多分ここのあれだな、色だな、ちょっと飛び散ってんな、まあ、そこら辺は海外のあれだからな。ここはね、汚れじゃなくてなんか、あれが入ってますね、半券のあれかな、うん、いやすごい、いややっぱね、ちゃんとした、半券ものなんでね、いいですね。いや素晴らしい。いやこれはねすっごいね、これがファイターズがね発売される時にね、ネットで調べて分かったんですけどね、また海外で、なんかねフィギュア付きの、ゲーム本体、あ、ゲーム本体、ゲームとね同梱のやつが出るっていうのはね、確か前の SMSP の方もそうだよね、あれもね、海外限定で出たんですよね、ソフトと同梱で。今回も出るだろうなと思ってたら、まあ案の定出ましたねだからこの時からねすごい気になってたんですよね、まあ、欲しいなと思っててもね、やっぱねもう速攻でもう、まあ、プレミアがついちゃってね、値段がもうソフト、その時新品でソフト同梱で25,000円ぐらいだったかな。うん。いや、高えなと思ってね。まあ、そっから送料、日本へ送る送料がだいたい2,000〜3,000円かかるんでね。まあ、約3万近くなっちゃうからね。うん。いや、辛いなそれはと思ってね。まあ、一応今でもね、新品で売ってるんですけど、まあ、ソフト同梱の未開封とかでね。まあでもそうするとやっぱね2万超えるんですよね、うん、そこからまた送料がかかっちゃうんで、でこれはね一応まあいくらだったっけ、ね送料込みで1万ぐらいですね、うん、まあ、フィギュアだけだったんでね、うん、別にゲームはいいやと思ってね、まあ、海外のだし、まあ日本語に直すこともできますけどね、まあまあ、ソフトは別に日本語買えばいいしと思ってね、うん、まあプレステ4持ってませんけどね、はい、ということでね、でちょうどねフィギュア本体が欲しいなと思って探してたら、まあ、フィギュア本体だけだったら8,000円ぐらいだったんですよね、うん、だからああこんぐらいだったら買おうかなと思ってね、まあ、直接、買い付けました、まあ、買い付けましたっていうかね、うん、あれなんだけどね、まあ、直接、まあ外人さんとねやり取りして、外人さんっていうか向こうのショップの人とね、うん、で購入しました。はい、いやなんだかんだでなんとか購入できましたね、うん、なんとか手元に来た、いやーよかったぜ。これでまたコレクションが一つ増えたっつうことでね、うん、はい、まあね日本のねヤフオクとかでもまあ売ってますけど、まあ、ちょっとね、転売価格ですよね、うん、まあまあ買ってもいいとは思いますけどね、うん、買ってもいいレベルかと思ったらまあ人によりけりだと思うけどね、うん、まあ、このロゴはねやっぱ特殊だなって思ってね、うん、これかっこいいなと思ってロゴがね、うん、まあ、自分は購入しましたけれども、まあ、この塗装の具合とかもね、うん、まあ、やっぱ半券物だけあってね、まあ、雑には塗られてないと思います。まあ、ちょっと飛び散りがあったわけですけどね、うん、
まあ許容範囲ですね。はい、ということでね、今回はねまたちょっとね、違う海外限定フィギュアということでね、いやほんとね今さっき届いたばっかなんですよね、うん、まあ、今さっきって言ってもまあお昼ぐらいですけどね今、うん、ということでね、今回は、SMSD 海外限定2次元2ディメンション、はい、こちらをね開封したということでね、これを見てね、もしよろしければ、チャンネル登録、はい、とあとねいいねボタンぜひ押してください、まあ、これからもね続々とね、うん、フィギュア紹介していきますし、まあドラゴンボールとかに限らずね、まあいろいろな、漫画のね、まあ、海外限定商品とかね、そちらも一応買い付けてますんでね、そちらも開封動画とかしていきますんで、まあ、一番ね、自分が気に入ってるのは、まあ、エクシードっていうね、龍拳爆発のやつがあるんですけれども、それもね、再生リストで入ってると思いますんで、そちらもねご覧いただければなと思います。まあ海外フィギュアねめちゃくちゃ意外って言っちゃあれだけど、すごい出来がいいんでね、でけえし重いし、はい、それはね見ていただければわかると思います。ということでね、今回は、SMSD 開封しました。では、今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。